では UKL の特徴ということでご紹介させていただきますけれども、 UKL はまずですね、このように面で光るというのが最大の特徴です。それから非常に薄いということで、こちらの製品は 2.3 ミリを厚さを実現しております。それからこのようにたくさんの数を使いますと、非常にインパクトのある従来になかった照明というのが可能になります。使い道としては、バーですとか、レストランですとか、そういった照明の店舗の照明なんかがまず最初になるかと思われます。コストですとか、明るさなんかをもっと改善していきますと、一般家庭でも使えるようなものになっていくというふうに考えております。こちらのラインナップはすでに今年の1月から販売を開始しております。それからこちらですけれども、こちらはもう今年の9月に販売を開始しております。ハンガーとバニティというふうに呼んでおりますけれども、こういった形で照明器具として展開できるというふうに参考程度に作っておりますけれども、販売の方もしております。ちなみにこちらを製造しているのはルミオテックという会社でして、我々が参画しております三菱重工様と、ローム、それから凸版印刷さん、三井物産さんと、この4社が主な株主として出資しておりまして、製造販売というふうにいろいろやっております。これからですね、コストですとか、価格なんかをどんどん改善していきまして、一般家庭にも、使用していただけるようなものを作っていきたいというふうに考えております。